元俳優の高地昇さん、えー、覚醒剤逮捕びっくりしましたね、えー、本当に驚きましたけども、えー、でも不思議なもんですよね、えー、俳優を引退していたのにね、えー、やっぱり役は欲しかったんですかねねづっちですではまた